皆さん、こんにちは。自動車リサーチです。今回は CX-5 のフルモデルチェンジについての話題です。マツダは決算説明で、次期 CX-5 の具体的な導入時期として、2025年から2027年で定義されるフェーズ2が示されました。実際には2025年のフルモデルチェンジ発売が予想されます。さらに決算説明では、スカイアクティブ Z という開発中の次世代4気筒エンジンの存在が明らかになりました。早速、詳細について見ていきましょう。なお、この動画内での予測や予定は、将来的に変更される可能性があります。次期 CX-5 の発売時期について、2025年から2027年と公式発表。マツダは次期 CX-5 に関する重要な内容が含まれる2025年3月期第2四半期決算を2024年11月7日に発表しました。すでに2024年3月期の決算説明により、次期 CX-5 にマツダ製のハイブリッドを搭載する計画が明らかになっていました。今回新たに次期 CX-5 の導入時期として2025年から2027年で定義されるフェーズ2で計画していることが公式に示されました。これは2024年9月に日刊工業新聞が報じたマツダ製ハイブリッドの実用化時期が2025年との情報とも矛盾しない内容です。また発表された原価低減活動の取り組みの中で、種類数の適正化として次期 CX-5 は現行モデル対比で約 60% の種類数削減を目標と掲げられています。マツダはサプライチェーン全体の複雑性を解消し、流通速度を上げて固定費を削減するためにこの取り組みを進めています。ユーザーニーズを徹底的に分析し、選択しやすい仕様に絞り込むことで種類数の大幅な削減を目指すとしています。これにより次期 CX-5 は現行型よりもグレードラインナップが集約化されることになりそうです。さらに調達構造の変革として、既存の購入部品において次期 CX-5 は現行モデル対比で 6% の原価効率化が掲げられています。サプライチェーンの階層をフラット化し、近場化を図ることで無駄なコストの削減が追求されます。部品が国内外を往復し、階層を深めているケースを解消し、工場近郊で部品を調達することで輸送費や在庫の削減が目指されます。なお、CX-50 に搭載されるトヨタ製ハイブリッドではなく、次期 CX-5 にはマツダ製ハイブリッドが搭載される方針に変更はありません。さらに、マツダ製ハイブリッドは CX-60 や CX-80 などのラージ商品群への採用も検討中であることが公表されました。次期 CX-5 モデル中期で追加機体、新開発スカイアクティブ Z。 次期 CX-5 について重要な情報が含まれた2025年3月期第2四半期決算では、この他に新開発エンジンとしてスカイアクティブ Z という言葉も初めて使われ、2027年中の市場投入が目指されます。つまり2025年のフルモデルチェンジ発売が想定される次期 CX-5 の初期ラインナップには、スカイアクティブ Z は搭載されないと考えられます。次期 CX-5 へスカイアクティブ Z が導入されることがあったとしても、これはモデル中期からの追加機種ということになりそうです。新開発スカイアクティブ Z は直列4気筒ガソリンエンジンであり、従来のスカイアクティブ G やスカイアクティブ X を後継します。理論燃焼であるラムダ1燃焼を使い、低回転から高回転まで広いレンジでスーパーリーンバーン燃焼を実現することで、高い熱効率を実現し、優れた環境性能と走行性能を提供できるとしています。将来は直列6気筒エンジンにもこの新型エンジンの燃焼技術を移植して環境性能を高めるとしています。
マツダ新開発ハイブリッド2025年に実用化。 CX-5 のフルモデルチェンジは2025年に実施されることが予想されます。次期 CX-5 はマツダが新たに開発するハイブリッドシステムを搭載することが2024年5月の決算発表で明らかにされていました。そしてその具体的な実用化の時期が2025年であることが日刊工業新聞によって報じられました。つまり次期 CX-5 は2025年か遅くとも2026年の序盤頃には発売されることになるでしょう。次期 CX-5 はスカイアクティブエンジンとトヨタの THS の技術を融合させた新開発ハイブリッドシステムが主力パワートレインとなることが予想されます。またマツダのレシプロエンジンは今後4つのタイプに集約されていくことが報じられました。次期 CX-5 から搭載されるマツダ製ハイブリッドエンジンやスカイアクティブ Z も将来のマツダを担うレシプロエンジンとして注目されます。さらにレシプロエンジンでないもの、つまりロータリーエンジンの生産も継続される見込みです。マツダは2027年の導入を予告しているバッテリー EV 専用プラットフォームにおいて PHEV への派生を検討するとしています。これには軽量コンパクトなロータリーエンジンを搭載することも可能性の一つです。次期 CX-5 ハイブリッドがマツダの決算説明会で登場。2025年フルモデルチェンジ予想。マツダは CX-5 のフルモデルチェンジに関する発言を2024年5月10日の決算説明会で行いました。その内容は、現在 AI 開発中の次期 CX-5 には、排気エミッションと熱効率を同時に改善したスカイアクティブエンジンにマツダ製のハイブリッドを搭載する計画というものです。現行型 CX-5 は、2017年2月に発売された2代目モデルであり、販売期間が長くなっています。そのため、フルモデルチェンジの期待が高まっていました。今回の発言はファンにとって大きな反響を呼びました。一方、北米市場向けの CX-50 については以前からハイブリッドモデルの発売計画がありました。決算説明会ではこの計画が2024年後半に実現することが明言されました。中国向け CX-50 ハイブリッドと同様に、実質的にはトヨタから供給される A25FXS 型ハイブリッドシステムが搭載されることが想定されています。次期 CX-5 のハイブリッドシステムは中国や北米の CX-50 ハイブリッドとは異なり、トヨタの技術協力の下でマツダが独自に開発したものとなります。2024年5月の決算説明会では、次期 CX-5 の市場投入時期については言及されていません。しかし、次期 CX-5 というモデルネームが公式に使われたことで、2025年というそう遠くない発売時期が予想されます。海外 CX-50 にトヨタ製ハイブリッド追加。海外市場ではトヨタの技術協力による THS ハイブリッドシステムを搭載した CX-50 ハイブリッドが2023年秋に中国で発売されました。当初トヨタからの技術協力という曖昧な表現で説明されましたが、実際にはメインユニットである 2.5 リットル NA エンジンを含めてハイブリッドパワートレイン全体がトヨタから供給されていると考えられます。具体的には、RAV4 やハリアーなどに搭載されている A25FXS 型エンジンが想定され、エンジン単体の最高出力は 131kW、最大トルクは 221Nm、フロントモーター出力は 88kW、リアモーター出力は 40kW といった性能の細かい部分まで共通の仕様となっています。2013年にはアクセラハイブリッドとしてマツダとトヨタの合作によるハイブリッドシステムが新開発されました。
しかし中国の CX50 ハイブリッドは単にトヨタからパワートレインの供給を受けるだけにとどまっていそうです。スカイアクティブ技術とトヨタの THS 技術を融合させた新開発ハイブリッドシステムが期待されましたが、 CX50 ハイブリッドでは実現しませんでした。しかし日本発売も想定される次期 CX5 ではその実現が予告されました。 CX5 のモデルネーム継続か、 CX40 は採用しない可能性。2024年5月の決算説明会では CX5 の後継モデルとして次期 CX5 と明記されました。これにより以前から予想されていた CX40 というモデルネームの使用は見送られる可能性が高まりました。 CX40 は北米 CX50 の全幅縮小版としてふさわしいモデルナンバーであると予想されていました。2019年に CX30 が発売されて以来、マツダのクロスオーバー SUV は2桁番台を使用する流れが続いていたため、CX5 のモデルネームは変更される可能性がありました。マツダではエンジン横置きのスモール商品群とエンジン縦置きのラージ商品群の2つの商品群が設定され、新世代 SUV の開発が進められてきました。日本市場向けには2022年に CX60、2024年に CX80 が発売されました。一方でスモール商品群については CX50 が販売中となっていますが、これは北米など限られた地域での販売にとどまっています。 CX50 は北米で需要が大きいミドルクラス SUV に仕上げられており、同市場での人気を獲得するためにも全幅が大きく設定されています。同セグメントの国内ブランド他モデルにはトヨタラブ4、レクサス NX、日産ローグ、ホンダ CR-V、スバルフォレスターなどがあり、この中でも新型 CX50 の全幅は 1920mm と最大です。マツダでは新世代の SUV 商品について北米や豪州などの市場向けに全幅拡大版の別モデルネームを設定する方針が見られました。これは日本や欧州で導入されるラージ商品群の CX60 と CX80 に対し、北米向けの CX70 と CX90 が用意されるというもので、この命名則に従えば北米 CX50 に対する全幅縮小版の日本向け商品として CX40 が控えていることが予想されました。そして CX40 のモデルネームは2019年に商標登録が出願されていました。 CX5 商品改良モデル、2023年10月発売。ここからは従来型の2代目 CX5 に関する話題です。CX5 の商品改良が2023年9月4日に発表され、10月に発売となりました。この商品改良ではグレード体系および装備内容が見直されました。 6MTCO は廃止され、全車が 6ATCO となりました。また原材料の価格上昇や物流費の高騰を受け、価格改定も実施されました。値上がりの幅は5万5000円から25万3000円となりました。さらに新たな特別仕様車レトロスポーツエディションがラインナップに加わりました。一部では欧州で導入中のマイルドハイブリッドモデルの日本導入が期待されていましたが、実現しませんでした。CX5 の全機種においてボディカラーに新たにプラチナクオーツメタリックが設定されました。またメーカーセットオプションも変更されました。各モデルを詳しく見ていきます。まず CX5 エクスクルーシブモードでは内外装のデザインがアップデートされました。縦基調ブロックメッシュパターンのガンメタリックのフロントグリルや19インチアルミホイールが採用されています。
内装もハニカムシルバーのデコレーションパネルやライトグレーステッチが特色となっています。 CX-5 スポーツアピアランスではスポーティーさとラグジュアリーさが強調されています。縦基調ブロックメッシュパターンのグロスブラックのフロントグリルと運転席と助手席にシートベンチレーションが追加されました。 CX-5 フィールドジャーニーは機能性と高級感を兼ね備えたデザインが特徴です。ライトグレーのシートパイピング、合成皮革のシート、エアコンルーバーベゼルのサテンクロームメッキなどが採用されています。新たに設定された特別仕様車レトロスポーツエディションでは、エクステリアにジルコン&メタリックのイメージカラーが基調とされ、ドアミラーやホイール、シグネチャーウィングがブラックで統一されています。インテリアはレトロな雰囲気のテラコッタカラーとスポーティーなブラックでコーディネートされており、テラコッタカラーのステッチやスエード調生地のレガーヌがシート中心部に採用されています。